日本奈良県奈良市福知院町、福知院町を縦断する主要地方道奈良県立線沿いにて、撮影福知院町は奈良県奈良市の中央部に位置し、奈良町と呼ばれる地域のうちの一つの町である。現在国の重要文化財に指定されている、新言立州福知院本堂と木造地蔵菩薩座像と根性箇所院がある。山都町と呼ばれることもある。奈良県奈良市の中央部に位置し、 奈良町と呼ばれる地域に所属している。町のほとんどが坂道に接しており、路地や路地にはも数多くある。北は高畑町、西は久能道町、南は木寺町、十里院旗町とそれぞれ隣接し、町の東部には主要地方道奈良天理線が縦断している。町の東部にある主要地方道奈良天理線には、奈良交通のバス停であるバス停福知院町がある。 主要地方道沿いに商店が並んでいるが、他はほぼ住宅地となっている。近年他の地方からの移住者が増加している。天平八年に幸福寺層の源房が後の福地院になる寺を開き、その後弟子の高春が寒仏稲に任じられて防護を福地院として統治を始めたのが起源とされる。合命としては南北朝期から見られ現在の福地院町の地域。 だけでなく奈良ホテル付近までがその領地であったとされている。そしてこれらの領地は、新坂、高畑方面から奈良中に入る時の領地であったために松谷号と並んでしばしば土一気の被害を受けた。また、文明十一年には、筒井、古市の河川の余波で略奪にあったこともある。江戸時代からは奈良町のうちの一町とされ、福地院町とも書かれた。 奈良町の南部で、片原町の南区農道町の東に位置していた。奈良町雑録によると、当時は、滝木野と、春日若宮祭りに出演する農薬者や、若宮祭りに参勤する大名の役人集のために、宿泊所を提供する宿割町であったとされている。しかし、江戸幕府による、受学推進政策によって徐々に、福地委員の力が弱められ、 明治時代に行われた廃仏希釈運動によって仏教が弾圧を受けると、福知院は深刻な経営難に見舞われた。そして、福知院と信仰の深かった酒造を営む今西家に、福知院の所有地に関する権利を売却し、福知院家の人々は各地に点在することになった。なお、もともと福知院があった場所は、根性化書院という形で現存しており、また、福知院自体も、 場所を変えて、現在も福知院町に建築されている。郵便番号630-83817県奈良市、福知院町46福知院様の全体を、撮影前進は736年に、玄房が創建し、幸福寺の僧が再興して、福知院に改名し、その後永存が再建した。今世歌唱院入口福知院氏の居宅を、大正13年、 今西家が譲り受けた。昭和12年8月25日、国宝保存法により、京都の二条神や大阪の吉村邸とともに、民間所有の建造物として、初めて国宝の指定を受ける。昭和13年、柱の根継ぎや床組みなどの部分修理に次いで、昭和53年工事期間16ヶ月をかけ、解体修理工事を行う。角柱、障子、 襖など書院作りの要素は、現代は質の様式へと広く受け継がれている。檜のきの寄石作りの上に漆を塗り重ね、その上に彩色が施されている。右手に尺状を取り、左手に宝珠を捧げ、右足を安座にした上六の座像で、よろし字座の上に、船型の後輩いっぱいに、小型の警物をつけた、潜伏後輩を背負っている。 台座からの総高は六点七六メートルもあり、どっしりとした、なんと特有の鎌倉彫刻で、気迫に満ちた、ご本尊は、辞書を称えて鎮座されている。戦隊仏船型巨神構世で、二十円勝負には、頂上に、福上寺如来、左右三、唐体筒、六体の地蔵菩薩像、最下部左右に二体の妙観座像があり、所定、所時刻を決定する魔王と、 大山王の二王で終焉部の後輩戦隊地蔵は簡略化した作りである。仏像の後輩に多数の家物を表すことは、その二つの功徳や世界観を表すものとして、教本には説かれているが、それを像像に表現することは、現存例としては少なく、地蔵尊としては、福地院員の本尊のみである。後の物は体、六地蔵と本尊を入れると、 全部で567体である。本尊の地蔵菩薩座像は、造高2.73メートルの大作で、威風堂々とし、後輩にも戦隊地蔵を表している。像内の牧書などにより、1203年に副地匠で作られ、1254年に当地に移されたと考えられる、鎌倉時代の南都の代表的な地蔵像である。ありがとうございます。